はい、じゃあやすきくんよろしくお願いします。はい、お願いします。はい、できかった。はい、最初はグーじゃんけんぽい。先行で。後攻で種ないです。はい、1枚もらい。7枚。じゃあ1枚もらいます。2枚。じゃあよろしくお願いします。はい、お願いします。じゃあシアン V。 カミツルギ1枚もらいます。ルミナスメイトあります。カミツルギにツインエネを手張りします。クロバットを置いてナイトアセット4枚なんで2枚もらいます。カミツルギを置きます。逃げてエネをついてないカミツルギを前へ持ってきます。これで挽回します。頑張ります。1枚ドロー。パソコン通信使います。トレーナーズポストと雑誌屋もトラッシュして山札から好きなカードを持ってきます。タグコール持ってきます。そのままタグコール使います。山札からタッグチームも2枚、グズマ&ハラとアルセウス&ディアルガ&パルキア GX を持ってきます。ベンチに出してグズマ&ハラ使います。手札2枚トラッシュ、ミステリートレジャーとパクスの研究トラッシュします。山札から特殊エネルギーとほいサイレントラボと軽石、特殊エネルギーはダブルドラゴンエネルギーです。手札に加えます。軽石ザシアにつけてダブルドラゴンエネルギーをアルセウスディアルガンドパルキア GX につけます。手札が今 1,2,3,4,4 枚です。クロバット出して3枚引きます。 1,2,3 枚ウルトラネクロズマ出してサイレントラボに変えます。はい、軽石で逃げる GX 技オルタージェネシス GX 打ちます。終わり。はい、これで僕のダメージはプラス30だし取るサイドは1枚プラスです。はい、はい、どうぞ。1枚もらいます。改造ハンマーで、はい、ダブルドラゴンエネルギーを剥がします。これはね、めちゃくちゃきついね。スーパーポケモン回収使います。裏です。あぶねー。そのままになります。基本エネルギーをカミツルギに1枚手張りします。アクロマ使います。こっち3枚、こっち2枚なんで5枚。5枚。はい、3、5枚もらいます。クイックボールでヤドラン V を持ってきます。はい、カミツルギ逃げます。はい、ヤドラン V 前に出てきて早打ち毒で毒にします。その瞬間サイレントラボの効果発動。そうでした。種ポケモンの効果を全て消すぜ。そうでした。どうするやめとく。ヤドラン V じゃなくてカミツルギが前に出ます。まあよかろう。峰打ちを打ちます。頼む。裏です。裏。俺のターンだろう。これは怖いことされるね。何もできない。1エネはここにつけます。博士の研究使って引きます。6、7枚です。サイレントラボがきつい。そのツインエネルギー改造ハンマーです。はいはい、やられたらやり返す。トレーナーズポストそのまま使って上から4枚グズマンドハラ。はい、よし、こうやって次のターンもちゃんとダブルドラゴンエネルギー持ってこれる。マリーされたくない。しょうがないですね。ターン終了です。はい、1枚もらいます。はい、チェリンボを置きます。カミツルギ逃げます。何もついてない方を前に出て番を返します。ターンもらいます。ドロー。グズマンドハラ使います。これとこれトラッシュします。山札から特殊エネルギーとスタジアムとポケモンの道具か、スタジアムと特殊エネルギーと持ち物は力の8までにしとこうかな。この3枚を手札に加えます。じゃあそのままダブルドラゴンエネルギーここに貼ります。よいしょ。クイックボール使ってトラッシュするのは鋼ね。山札から種ポケモン1匹持ってきます。ウルトラネクロズマを持ってきます。そのままベンチに。じゃあ技アルティメットレイで180ダメージを与えながら山札から3枚のエネルギーを自分のポケモンに好きなようにつける。ハガーネ、ハガーネ、超、やっぱこれはホール。チ、カミツルギ前にします。カミツルギ倒したんで、サイドを2枚取ります。はい。ここどここ。1枚もらいます。はい。とりあえず改造ハンマーでダブルドラゴンエネルギーを。もういらないんですよ、こんなエネルギーはね。チェリムに進化させます。大切りを打ちます。はい、何ですか、大切り。10ダメージです。10ダメージ、よし。はい、10ダメージ、ドロー。そのデッキでもしかしてヤドラン V めちゃくちゃ必要です。ヤドラン V はあったらいいけど、まあなくても頑張る。マジ、じゃあ頑張ってください。グズマでこれ。じゃあウルトラネクロズマ出しちゃおうかな。はい、ここにダブルドラゴンエネルギー入ります。ウルトラネクロズマに力の8枚つけて攻撃力プラス20です。はい、これで滅びの輝きで220まで出るようになりました。はい、ということで滅びの輝きでドン。ヤドラン V 落ちます。最初3枚取ります。よいしょ。カミツルギ前に出ます。1枚いきます。クイックボールで、はい、ヤドラン V をもう一体持ってきます。ヤドラン V 入れ替えます。はい、2匹目のヤドラン V 来たか。逃げて入れ替えます。はい、逃げて入れ替える。なんで大切りです。10ダメージです。次のターンこいつ技打てないとかあったの。特にないです。なんで入れ替えたんだ。このターンで終わるからです。まあ終わらせてやろう。俺のターンドロー。滅びの影1枚下に取ります。なるほど、これで耐えようと思ったんだ今。ただ鉢巻きを持ってきていることに気づき、うん、あ、落ちると思いカミツルギを前に出したらグズマがいました。無理。ということで
で今回使ったのが、僕が使ったのがね、三神ザシアンラボネク、こんな感じのデッキをね、僕使っております。でも安木くんが使ったやつは、自分はヤドラン V を使いたくてこのデッキを組んで、バトルポケモンとしては基本的に神剣の峰打ちを打ちたいです、うん、そうこれね、なんだっけ、相手の HP を10にするんだよね。はい、うんうんうん、ヤドラン V の早打ち毒で毒にした状態で終わらせるので、ポケモンチェックの際に気絶をします。これ毒で倒すのめちゃくちゃ頭良くて、エクスラとか電動だったら気合のハチマキ、気合のタスキか、格闘タイプで銃残るやつ、あれも貫通するんだよね、ポケモンチェックの毒で倒すから。あとなんだっけ、前のターン相手のポケモンによってダメージでやられてたら発動する先輩と後輩とかか、もう全部これ毒による倒す気絶になるから、めちゃくちゃ相性いいと思ったし、アルセウス&ディアルガン&パルキア、これ2、ザシアンが3、ウルトラネクロズマも3、クロバットとテテフがそれぞれ1枚、ダブルドラゴンエネルギーが4、超エネ1、鋼エネルギーが1、2、3、4、5、6、7、7、基本エネルギーが合計8で特殊エネルギー4だから12枚かな。グズマが4、これね、俺最近スタンダードに毒されてるね、このボスを4枚入れる感覚のごとくグズマを4入れてます。で、博士の研究が4で、グズマ&ハラが2、エーススペックがパソコン通信、サーチ系のカードでミステリートレジャーが2、クイックボール4、タグコールが4、トレーナーズポストも4です。マジで安定性求めてるから、カイザーハンマー2、ダブルドラゴンエネルギーがめちゃくちゃ多いよ、ね、サイレントラボが3、軽石、闘魂の回し、力の鉢巻き、グレートキャッチャー、バトルサーチャーが2、これバトルサーチャーの枚数減らしてるのはね、これもうスタンに毒されてるなって感じがするわ自分でも、とフィールドブロワーです。こんな感じです。もしよかったら皆さん組んでみてください。じゃあ次ヤスキ君のデッキ見してよ。はい、まずメインの神剣が4枚、ヤドランが2枚、チェリンボが2枚、チェリムが2枚、デデンネ、クロバット、ビクティニオ、勝利の星を使うために1枚、クイックボールが4枚、レベルボールが4枚、ハイパーボールが2枚、エーススペックが回収サイクロン、ヤドラン V かクロバット、デデンネあたりを回収したいなっていう感じです。スーパーポケモン回収2枚ですやばめちゃくちゃ回収するやん。エネルギー回収が2枚、ポケモン入れ替えを4つ、バトルサーチャーが2枚、改造ハンマーが妨害として2枚入れてます。2枚だけだったんか、めちゃくちゃビビってたわこの改版に。サポートがマリーが3枚、グズマが2枚、イツキが1枚、出たアクロマが1枚です、スタジアムルミナスメイズが3枚、ツインエネルギーを3枚入れてる。ちょっと個人的に気に入ってるポイントなんですけど、ハイドアクエネルギーを2枚入れてます。ハイドアクエネルギー、これヤドランにしか対応してない。あ、クロバットもあるか。そうです。そもそも草エネルギーは春ランマンで貼れるから、そうです。通常のエネルギー券みたいなのが余っちゃうから、アクエネルギーも問題なく貼れるんだね。そうなんです。普通の草エネルギーが9枚、9、10、11、12、13、14か。そうです、エネルギー14枚です。これが自分が今考えたヤドラン V を活躍させるためのデッキです。このヤドラン V 使ったデッキっていうのが、昔チョイさんも電動構築なんだけど上げてたので、もしよかったら皆さんそっちリンク貼っとくんで、そっちも見てみてください。これ安木くんのはエクストラ仕様のヤドラン V だね。はい、わざわざレシピもいただいちゃってね。あ、ということで皆さん、いいねと思ったら高評価、悪いね捨てと思ったら低評価よろしくお願いします。他にも使ってみたいデッキとかいろいろありましたらコメント欄にください。じゃあね、ありがとうございました。